早く夜にならないかな。 ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔法の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする。事実確認、上長に報告。 クラウド、行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通り。だがエアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。 思った通りだな。うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。暴力反対。下がって。頑張るね。まあいい。ほっといて、うとうとする。 相棒の借り返させてもらう。やってみろ。集中していく。しまった。ソルジャーか。クラスパー。覚悟はいいか。 次はない。いつでも来い。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。やってやる。まだ仕事だからな。 仕事は選んだ方が。狙うぞ。見極め。しまった。切り替えよう。やってやる。クラウド、強いでしょ。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。仕切り直す。突き崩す。 相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。集中していく。どりゃ。まあいい。狙うぞ。切り替えよう。暴力反対じゃないのか。覚悟はいいか。正当防衛。でも来い。届け。 お願い、今日は帰って。そうもいかない。
お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。待ってて。やっぱり来る？花と話して…という、そんな一日でした。行こう。お母さん、待ってる。花、なんだって？お疲れ様。嘘、何も聞こえない。でもね、ううん、何でもない。どうせ信じないからだろうな。一応聞こう。本当？あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私、いつもそう。そして、諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？ああ、もう十分だ。
遅かったじゃないか。一体何してたんだい。ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。行くのかい。七番街へ行くにはどうすればいい。六番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。お花屋さん、今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ。じいちゃんが元気になっちゃって。あ、あれ、これは偶然ですな。どういうつもりだ。待ち伏せ。どうして。もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。あ、
ード？どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド、寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。クラウド、じゃあ私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしご下ろすね。
あれ？うん、よし、この調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった？うん、飛んでけ！ここも通れたはずなのに。モンスター出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。行き止まりみたい。どうしてもやる？隙をつく。見せろ。アームであのコンテナつかめない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。
はい、ストップ。今、はしご下ろすね。飛び降りるの無理だよね、うん、あれは？キャンプかな？ということは降りられるはずだ。あまり前に出るな。じゃあ後ろから畳みかける。えい！ここまで。受けてやる。飛んでけ。気負いすぎるな。はいはい。やだ。力分けて。終わりだ。ゆっくりでお願い。わかった。誰もいないね、うん、まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それにおい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償！弁償！弁償ってなんだ？バーカ！お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。のえ？弁償ってのはそのあれだ。あれ。俺たちは何もしていない。うん。ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな、うん、じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ？バカ、身ぐるみってのはな、その、うん、あれだよ、うん、弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。ネランさん、連携しよう。頑張るね。やっ、受けて。いってて。届け。この程度。よし、はい。
今のうちだ、ずらかるぞ。置いてかないでくれよ。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだお前ら。ちょうどいい。こいつの腕試しだ。気負いすぎるな。いいとこ見せなきゃ。はしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。
しごを下ろすね。行ったね。ああ、だな。うん。あ、おう。ん？クラウド、今。急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。あれ、七番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない。いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。
よし。ここ。うん？ちょっと待ってて。見て。隠し通路、七番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？ああ。はいよ。ティファ。無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はいよ、よ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。行こう。急いで追いかけよ。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。ん？探してどうするつもりだ？もちろん助け。その子がタイプなんだって。だから。兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。
兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ。あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか。おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった、うん、とにかく街の中探してみよ。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。いくらだ？聞く？ご利用の際はお声掛けください。どこが危ないか分かるのか？どんなお好みにも対応しますよ。まさにここだろう。入りのレッシャーねえ、ワンセットからどうぞ。ここは幸福を飽きない。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが、とろっとろろ。あんまり急いで食べると、ここがあの有名な男の宿だ。闘技場が開くとバカいい、まあれ見て、コルネオ、あそこだね。ああ、おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そして手もみ屋のマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。